は限られると思いますが、何個のルアーケースをどのように仕切ってらっしゃる。基本的にブルーブルーのこのケースと、それから深型のケース、アピア、これか。基本これだけでやります。でかいルアーとちっちゃいルアー。で、収め切ってますね。はい。で、どっちかといえば、変えたくなったら釣り場ごとに移動するときに入れ替えていくんで、もう一個だけ空いた箱持ってて、入れ替えて、閉まっちゃうと錆びちゃうんで、洗う用の箱に入れて、入れ替えて、昼と夜切り替えたりして、基本全部のロケ回してます。多分ね、持ってくるは少ないタイプですね。で、どっちかといえば一つのルアーで広い範囲をやろうとするタイプのアングラーかと思います。前、小沼さんと取材行った時に、小沼さんが30分、ルアーボックス、5個だったかな ?5個ぐらいもうぎっしりピックアップしてて、小沼さんそんな使うんですかって言ったら、いや、使うの3、4個だけど、なかったら嫌じゃんって言ってて、まあ確かに、確かにと思ったけど、で、それ毎回洗うんですかって言ったら、もうちゃんと洗うし、針も変えるし、なんて言ってて、すごいなって思ったのは覚えてます。はい、ゴーシンさん、爆風の中今日は一晴らしでございます。